さ、ソウルも全部使い切ったところで行きますか。確か手かなんかであそこ 岩にしがみついてたから、まあその手を集中的に攻撃して下に突き落とせばいいんだね。そんな簡単にいくかな。相当強いと思うけど、ちょっとやれるだけやってみっか。まあロストしてもいいや。125ソウルしかないし、まあ選別はもちろん入れるし、これも入れて、よし、もうこれでいこう。出血とか絶対効かないだろうしな。なんか持ってくものあったかな。まあとりあえず選別入れて、ちょっと待てよ。ドラゴンのね、やっぱり盾は欲しいな、突破するためには。これいらないから、なんかこれウィッチャーのあれみたい。ゲラルトさんがなんか胸につけてるよね、こういう。さあこれつ、これでまずガードしながら行くか。強いな。いやー落ちないな。どうやったら落ちるんだね。出血とかもし。前がなんかもおかしな、視界は視界ジャックだな。もっと強く出てくるんだから。あー体力全部削らないとダメだこれ。起きた、落ちろ落ちろ、落ちた。どうしてどうしてた。これでボス戦ができるようになるか。よし、オッケーオッケー。そしたら戻って、ここだね。お、サインがある。霧がかかってていけなかったけど、いけるようになってる。
サインがあるってことはもうすぐボス戦始まるって感じかな。あー始まる感じかな。これもいやーなんかほんとこれサルバの芯を思い出すね。ちょっと行ってみっか。まあ死んでもいいからまずソロでやれるだけやってみっか。これダメージ入るかとかもちょっと知りたいし。しゃ。意外と早い。ボスの場所までこれ戻ってくるのが大変だね。相当長い道のりをこれ戻ってこなきゃいけないな。ちょっと白呼んで行ってみっか。じゃあ最後は男らしく脳筋で最後を締めようか。行くか。スモーハンマー解禁。あれちょちょちょこの人なんでなんで上行くの。
大丈夫かこの人、なんか怪しいっすやっぱり。大丈夫、本当に大丈夫、行くよ行くよ。なんかこの人様子がおかしいぞ、大丈夫ですか。装備重量80何歩だけど、体力減らしてるのか、それで超火力をつけてる。なるほどな、やっぱすごいわこの人、攻撃力が尋常じゃない。そういうことか、体力を限界まで減らすことによって攻撃力を尋常じゃないとまさに上げることができる。意外とこれはすごい悪くしてる。スモーハンマーあんまり、よっぽど知らない自信があるからこんなになるべきだし、外してる。任せろ任せろ、もう一撃を。よし、からの、全然当たってけどもう体力半分だった。やっぱりそうなるか、そんな状態で戦ってたらそれはそうなる、やるしかない。さっきと同じシロさんがなんか来てくれたからもう一回頑張るぞ。これダメだったらちょっと一回諦めよう。
もう早速これしかダメージ入んないな。ちょっとやるしかない、やる気ないじゃん。うわほんとこれカラミッドワークだね。倒させない、倒させる気ないよね絶対このバット。このボスさ、まともにやって絶対倒せないもん、これ強すぎ。絡みっても最初そうだったけどさ、ちょっと一回これはいいかな、後でじゃあ。